3ヶ月短期集中講座の卒業生の声を聞いていただきたいと思います。短期集中講座3ヶ月ね、頑張っていただいて、この講座に参加する前の状態を教えてください。参加する前は、独学で、本屋さんで買った本を続けてたんですけれど、でも一人では続けられなくって、途中でやめてしまって、で、レベル的には全然英語も聞き取れる状況でもなく、どうにかしてやりたいなとは思ってる状態でした。教室に通ったりとか、そういうのはされなかったんですか？ネットや、駅前みたいなのパンフレット取り寄せて調べてはいたんですけど、そういうのしても、その場だけで終わってしまって、自分の力になるような勉強の仕方っていうのは身につかないんじゃないかなっていうのはあったんで、参加はしてなかったです。今回この3ヶ月、まあね、激しく 短期集中でやってみてですね、解決したことってどんなことがありますか？一番は、毎日英語を触れる時間を必ず自分で見つけて作ることができています、今も。で、それで、ただ時間を見つけてその英語をするっていうのが、もう本当に継続は力なりで、毎日毎日出ると、その進歩が自分でも分かってきて、映画見に行った時に会話がところどころがすごく普通に聞こえて、で、それも自分でそのまま字幕を見なくても分かるっていうのができてきたのが、すごく、すごい進歩だなと思います、自分でも。他には、英語の文っていうのを、今までなんかこう、見て見ぬふりというか、新聞にもこう、たまに英字の文が載ってたりとかするのも見てなかったんですけど、それも、むしろなんかこう、何が書いてあるのかなって、こう、ちょっと読んでみようかなっていうふうになって、で、それも新聞の内容もちょっと難しかったりすると、あ、もうこれもちょっと調べて自分でこう、ちょっと読んでみようかなっていう気に、自然に自分がそれができるようになったのが、すごく大きな違いですね。好奇心がさらにこう湧いてる感じなんですそうね。ですね。どっちかというと、英語を今までこう、すごく意識して、あ、もう今からこうちょっと読むぞとかそういう感じだったのが、こう自然に自分で目に留まったのを、あ、こうサラサラと読もうかなとか、あ、なんか英語が聞こえてきたら、なんかこういうこと言ってんだなっていうのが、こう自然にこう体から っていうか反応が自然にできるようになってるのが、自分ですごくわかります。なんか英語とトシコの関係がこう近くなってる感じですかあ、ね。そうですね。いいですね、いいですね。じゃあリスニングがこう上がって、まあ、英語がね、身近に感じられるようになったっていうことなんですけど、お話しされる時とかの変化ってどんな感じがありますか？そうですね。と話する時も、今までなんか単語とか、こう、日本語のまんま、こう、英語を話そうと知ってたところが多分あったと思うんですけど、そうじゃなくて、歌っていうのを、秋先生に教えてもらって、そのパターンが、身につくと、どんな応用も、こう、できて、自分でスラスラ言えるんだなっていうのが、こう、話せるようになるんだなっていうのが分かりましすごい、としこ先た。生みたい。あ、ごめん。いやいや。でも、もう、秋先生が、もう、もう本当英語は、もうパターンさえ覚えれば、もう何とでもこうできるっていうのが、自分の中でもストーンとこう落ちたのがあって、あ、このパターンがあると、本当にその方だけで、どこでもこう、いろんな人とも会話ができるんだなっていうのが、実感しました。なるほどですね。素敵です。前と比べて、こう、まあ、自分という人として、なんかこう、変わったなとか変化ありますか？あります。結局、生活してる中でも、今まで考え方というか、人の考え方っていうのが、外国の人との考え方も違うのと一緒で、なんか、人ってやっぱりいろんな考え方と文化も違うのであるけど、やっぱそこを理解しようと、気持ちがあると、すごく近づけるんだなっていうのが自分でも分かったので、やっぱり、なんか苦手だなっていう思うのを、自分からやっぱりちょっと働きかけて、積極的に触れることによって、また別の面が見えることができたので、新しいことを、やっぱり毎日こう、英語を通して触れたので、それによって、すごく周りの見方も、生活の仕方もだいぶ変わってきたのが分かります。なんかこう、うまく言えないんですけど、本当にもう見える世界とかそういうのが違うっ
ていうのが、やっぱり言語一つで気持ちが変わるというか、やっぱりね、日本、今、こう、日本人の人としか接してはないんですけど、やっぱそれでも、やっぱその言語をこう理解しようとしてる努力が、やっぱりなんか普通に日本人ともこう、同じようにこう、分かり合えるところを自分でもこうしていかないといけないんだなっていう、なんか心構えがすごく変わるというか、相手に寄り添うっていう気持ちがなんか強くなったのかなと思います。素敵ですね。ありがとうございます。もしこの講座を受けなかったら、まあ、独学でこう学習するのとどう違いますか？継続が、できてなかったので、ちょっと進んではまた後戻りっていうのを繰り返してたと思うんですね。で、やっぱ毎日先生とのやりとりがあったおかげで、自分の中に英語っていうのがやらなきゃっていうことよりも、もう普通に生活の一部として、もう習慣の一つになったので、がやらなかった時より、今回この講座を受けて、やったことによって、自分の中にそういう英語、英語をもう習慣というかもう生活の一つとしてたのがすごく大きな、はい、先生からも聞いてた歯磨きご飯を食べるとかいうの中の一つのスタイルの中にその英語という枠が一つもう自然にもう入る。だからもう私がこの先生と始まって3ヶ月過ぎて後に1日たりともやっぱり今日1日何もしなかったっていう日はない。逆にそれをしてないまんまっていうのがない状態になりました。素晴らしい。歯磨きになってますね。はい、なってます。もう。すごい。なんで、やっぱそれは、なんか忙しいからとか疲れてるからとかもあっても、やっぱそれがしてないと自分の中でこう気持ち悪い、自分の中でしたいっていう気持ちが、一日なくすのはもったいないっていう気持ちが。芽生えました。はい。このまま続けたら、一生そのままもう、日本語と英語が普通にこう使える区分けがないというか、になるんじゃないかなって思います。意気込んでこう英語を話そうとか言うんじゃなくて、自然にもう英語普通にこう話せるようになる。すごく素敵だと思います。はい、ありがとうございます。はい、先生のおかげでやっぱり、もうなんかこう、英語だからこう、なんか意気込むとか、こう、うまく話さないといけないとかじゃなくて、自分がこう伝えたいっていう気持ちがあれば、英語でも日本語でも、もう言語関係ないのかなっていう。はい。最初ってですね、なんか自分で日本語で話すときのキャラクターと、やっぱ英語で話すときのキャラクターって差があるじゃないですか。うん、英語ってこう、力入ってるので。はい、でも、3ヶ月経ったぐらいに、やっぱりとしこが、なんかとしこのキャラクターがすごい出てったと思うんですよね。なんか話し方もそうだし、話すこともそうだし、感情のままに話してるみたいな感覚が最後あったなと思いますね。はい。それは私も思います。なんかこう、自分の気持ちがそのままこう、伝えられるように、こう、近づいてってるというか、だいぶこう、表現ができるようになって、てるのが違うですよね。変わったなって思います。本当に3ヶ月間ね頑張っていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。